これ撮影してるの9月じゃないですか。はい。季節が夏から秋になったじゃないですか。秋になっていましたね。はい。なので迷うのは秋までで、やっぱその秋の早い段階で迷うところはやめておいても、あとはもう一心不乱にやることを決めて。武田塾チャンネル。まあ夏に一回その夏の過ごし方っていうのを矢部先生とですね、うん、撮ったんですよ。でそしたら多分きっとみんな、じゃあ秋の過ごし方って聞きたいと思うんですよ。夏と来て次秋だ。そうですね。うん、受験に近づいてくるこの時期じゃないですか、うん、なのでどんな過ごし方をすればいいのか、秋の役割って何なのみたいな話を今回は宮田さんとしていこうと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。さてそういうことで、はい、秋の過ごし方、話していこうと思うんですけど、まず最初に話すこと、これはですね、受験における秋の役割って何っていう話なんですけど、はい、うん、夏はほら受験の天王山とか言われるけど、うん、秋はって話じゃないですか。そうですね、うん、秋どうなってしまうんだ。そう、うん、やっぱりそのなんていうか、夏よりもこう状況がある程度こうなんていうか狭まってくるっていうか、特に現役生なんかだと、それは夏休みの時はめっちゃ時間できてたけど、学校がやっぱ普通あるんで、うん、秋始まっちゃうと、あとやっぱりやれることも限られてくるし、残り時間の中で何をするのが最善かみたいなのを考えなきゃいけない時期になると思うんですよ。うん、そうですね、うん、それこそ志望校を今のままでいいのか変えようかなっていうのもそうだし、なんか勉強計画とかもそうだし、割とそのなんていうか取捨選択をする、で最終的にはその決まった志望校に対して残りの時間でできることをこう全力でやると、はい、理想を言えば志望校の勉強をめっちゃやれる状況になってるのが理想。これはほらあの武田塾的に夏の間に8月末までに志望校ワンランク下を終わらせるのが目標って話を動画でもよくしてるんですけど、 それがうまくいってるんだったら、それ9月の時点で志望校レベルに入れてるわけじゃないですか、はい、うん、そしたら志望校のレベルの問題集やって、あともう過去問やりまくれば、もう、ね、志望校に対してめっちゃ対策ができるってことになるわけなんですけど、そうじゃない人もやっぱりいっぱいいるわけで、そしたらじゃあ何ならできんのみたいなこと、うんうん、いろいろね、何をしていいかってところになりますからね、やっぱそろそろ浪人も考えなきゃみたいなふうに思ってる人も結構やっぱいるだろうし、うん、まあ、でも今の時点で浪人を確保しちゃダメですけど、うんうん、だけどそういうところも含めてね、まずある程度はっきりさせていく時期だと、秋の役割っていうのは。そして迷うのは秋までで、やっぱその秋の早い段階で迷うところはやめておいても、あとはもう一心不乱にやることを決めて徹底的にやると、うん、まあ、絞り込みと、もう一極集中の、時期にするのが秋の大きな役割になるかなと、はい、感じですね、はい、で結構ね精神的に結構大変な時期です。特に順調になかなか行ってないって人はすごい大変ですね、うん、この辺は。そうですよね、やっぱ焦りっていうのがどうしても出てきちゃいますからね、うんうん、結構周りからもね、厳しいこと言われ始める時期なんで、うん、そうですね、はい、うん、よく聞きます、はい、あとね、結構周りの情報に惑わされたりもする時期なんで、うん、まあ、そのあたりも含めてね、いろいろまた引き続き話していこうと思いますけれども、はい、ではですね、まあ、秋の役割はそんな感じで、じゃあ次は具体的な目標と、まあ、はい、その具体的にやることっていうのを、目標とやること、そう、はい、ね、話していきたいと思います、はい、武田塾全国の校舎で受験相談、いつでも受け付けております。え、そうなんですか。やってるでしょ自分自身。え、有料ですか。無料ですよ。え、無料で24時間、はい、24時間ではないか、そっか、はい、お申し込みこちらから、よろしくお願いします。24時間じゃないけど無料だよ、はい、ですね。で、武田塾チャンネル自体は、チャンネル登録を随時募集しておりますので、はい、こちらの登録もぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。